どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。 How it looks to be 6 sus カッコトロール6つの疑いはどのように見えますかということですね。で久しぶりに来ましたよ、3 good 5 user のコース。いやこの人が作るコースマジでめちゃめちゃ面白いのよ。トロールコースを作ってみたいけどどんな感じで作ったらいいかわからないっていう方はぜひ参考にしてほしい方ですね。絶対面白いのできるから。まあそれでも僕は無理ですけどね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.16%。 そういや最近腸活っていうものをしてるんですけど、腸活って言ったら食物繊維を取るんですよ。でそれを意識してキノコをめちゃめちゃ食べたら1時間ぐらいトイレから出られなくなっちゃった。ごめんね、しょっぱな汚い話しちゃって。はい、どうもこんにちは。じゃあこの上に行けばいいのかい。ガリマクパン様、俺としたことが油断してたぜ。こんなありきたりな罠に引っかかっちまうなんてよ。でもパンがいるって書いてるんだけど、あ、この場所で取ればいいのか。誰だお前。いや、まだチャンスだ。ダメじゃん。あの矢印の場所ぐらいかな。そこだったらパウが持てますみたいな。なるほど、これは何。好奇心を捨てろ。もう四角の枠があっても絶対に叩かない。そしてこのピン風船を取っていくんだけど、裏に何かあんのが見えんだよ。これはドクロリフトだから左押しっぱで問題ない。シャカだ。ドクロリフト乗っても動かんかったよね。だから何もしないでいいのかな。そしたらこれ、ちょ待て待て待て、もうこのコースのここだけ全て右って、魚が落ちてきて左をシェイパーすれば問題ない。でつららに当たって土管に入れる。普通に入れさせてくれる。オッケーオッケー。でかい状態のまんまでよかったかな。でかい状態のまんまでいい。ここは右ダッシュで、ここでジャーンプ飛びすぎここ低重力か。いや正直ね、僕低重力のトロールコースめちゃめちゃ待ってた。最近ずっとなかったからさ、来ないかなと思ってたんだよね。上に土管があるってことは右のハテナブロックわざわざ取らなくていいんでねえの。でも気になるよね、取れてみようか。かわいいか。いやこんなことやってたらね、余計なことしないでくださいっていうコメントまた来るからやめとけって。でもね、正解と思ってガチで言ってる時結構あるからな。で中間ポイント、うわ出た出た出た、ピンクコインコースじゃん。まあ、どれにする、どっから行こうか。どれにしようかなと決めていい。どれでもいいよ。じゃあこのドアに入っていきましょうと。音符を踏んですぐにいる。そういや最近さ、ピオキングさんの真似をしてきている実況者さんが増えてきてますっていうコメントもらったんだけど、やめとけやめとけ。こんな実況しても何のいいこともないぞ。ただただ喉を壊すだけだからだ。このスネを何かしてくるのかい。僕は何もしないよ。閉じ込められちゃったよ。テレサちゃんにも当たれない。じゃあ誰が来るのかい。また魚か、魚なのかい。このギョギョスケ、僕の実況を真似してるっていう人マジで見てみたいな。魚とか本気で言えんのかな。めちゃめちゃ可愛いんじゃない。魚とかさ、リコリスみたいに魚。いやバカにしてるわけじゃないんだよ。ガチで心配してんだからな。このピンスイッチは、あ、ピンスイッチは踏んでも何もならないというか踏めないんだね。こっちのピンスイッチも、あ、踏めないのか。なんだと。ジャンプするとピンスイッチが発動するっていうのが分かった。ならばジャンプした瞬間すぐ右だ。なぜ今度は発動しない。まあいいか、オンオフをしてみよう。オンオフをしても何も変わらない。いや絶対今度落ちてくるって。だから僕は左ダッシュでいくよ。え、今度右側のピースイッチ踏まなかった。じゃああいつをかわしていけっちゅうことか。いやなんでだろうね、さっきは踏まなかったのに。そして次はどうすればいい。待て待て待て。わかるか。バネに押し出されてすぐ上、そしてこのつららを越えていきます。であの低球で何をしてくる。そもそも低球の場所まで無事にたどり着けるのか。たどり着いたね。いやちょっと待って、こっち何してる。こう隠れておこうか。低重力だったらさ、この鉄球が来るまでの時間ワクワクするで、なんか来るんだろうみたいだ。さあ無事に鉄球をかわすことができましたよと。で右にはブロックがあるから、まずこっちの方乗っていこうか。いや絶対このリフト上来るって。だから乗った瞬間すぐ右行こうか。そこのリフトちゃん、何を隠してるんだい。僕に姿を見せておくれ。音符かな、音符なんでしょうね。じゃあここは下に、下に行くね。危ないよと、僕の反射神経を舐めるね。でオンオフをして、こっから右押しっぱでいいんじゃないの。ブラパいなくなるでしょ。いや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 。ブラバちゃんいなくなってくれると信じてたよ。上の土管は何で、ここで中間ポイントってことはここで終わりなんでねえの。やっぱり終わりだね。じゃあ次は土管で行こうか。土管じゃねえ、ドアで。もういつも間違えてしまうんだよな。でここでオンOC のここのパンは取れません。どうだい誰か。パウごときが人間様を舐めるな。お前なんかこのパンチで一発スーパーミラクルローリングサンダーパンチ。
いこれ夢見んな。ここタイミングよく取れて難しくない？どのタイミング？このタイミングか。あ、集中モードに入らせていただく。黙ってプレイすればこんなパンを持つなんてたやすいご用さ。さあここのブラパンを倒しのカロンの甲羅が出てきたね。このカロンの甲羅で滑っていけっていう感じかな。逆にあの丸々の中入ってみたくない？入れないからそこでいける。入れないのか。この上は何もないけど、なんか行けちゃったね。全て予想通りさ、このまんま上はいけないのか。じゃあこのカロの甲羅を持ちの上にジャンプ、そしてアタリのここでヒップドロップで壊せっていう感じなんじゃない？いや、うまい。ここの一画面は簡単に終わることができたね。でやっぱり二画面か。ってことはここじゃーん。なんか今めちゃめちゃ色気のあるヤーンが出たね。カロンの甲羅がね2個重なってるっていうのは分かったのよ。でもさ、ここダッシュして行っちゃうとシュンって行く時があるから、ダッシュボタンを離さなくちゃいけないんだね。で上に行けみたいなこと書いてるけど、なるほど、オンオフすればいいのか。オンオフしたらさ、カロンの甲羅なくなるとかなんないよな。頼む。で無敵状態を利用して下に行きますと、でパウがいるって書いてるね。なるほど、パウでブラパを倒せっちゅうことか。でもこのパウブロックどうやって取るんだい？君何が押してくるのか？急に上がってくるとかやめてくれよ。だそんなまだ簡単に引っかかると思うで。そしてこのパウで倒していけと。どこに行ってんの？成敗されたとこだろ。いや面白い、これ坂でパウって発動しないんだね。じゃあこの辺で投げておいて倒す。このファイヤーが消えるのを待っておいてドアに入る。これでもう終わりなんでねえの。よし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 、あった2枚。さあ次は黄色の土管行ってみようか。残りは黄色と赤だけだね。あ、ピオキングのマークと一緒じゃん。なんか運命感じるね。わざわざヒップドロップなんてしない。このまま先に進むことが正解だ。ちょっとちょっと、無敵しかも利用しろ。こうか。バカか俺は。焦ると何もいいことないね。じゃあここでカロの甲羅を脱ぎ捨てて、こっからさ履いて、ここでヒップドロップしてオンしろっていうことなんじゃない？まあ、どうしよう。あ、分かっちまったよ。これはヒップドロップしてすぐ右に逃げる。ソーシャルディスタンス。どこ入ってんだ。ここでヒップドロップ C の左おしっぱ、これでかわせる。そして当たって土管に入っていけっちゅうことか。一画面一画面がさ、そんなに長くないからやりやすいで、ここは上。よし、ナイス。いや待てよ、これは下に行くことが実は正解なんじゃないか。いや違うんだって。こういう綺麗に罠をかわせちゃうと、逆に反対の方が正解なんじゃねえかなと思ってくるんですよ。いや、トロールコースあれあれだよな、キロコ様。いやマジだよ、トロールコースしてる人だったらわかると思うね。そうだよね、そういう風にコメントしてて僕だけ仲間外れにしないで。そうだって書いててくれ。ここはジャンプでいいのかい。そしてパンを壊せたけど、僕は常に壊れてます。こう見えてね、真面目に実況してんのよ。誰よりも壊れるという真面目な転送までやってきてんのよ。バカにしないでくれるかな。今日どうした？ただただうるせえって。ここに乗っちゃいけなかったんだよな。まあ、乗ってはいいけどジャンプはしたらダメ。ならこの場所でジャンプだ。はいはい、これでよかったっていうわけで。そしてこのメットを持ってあのオンオフをしろっていう感じなんじゃないかな。でキノコいる？これなんかバナナような気するけど、中に違うものが入ってんじゃない？何もない。てめえ、みんなマリオメーカー2でさ、何の曲が一番好き？やっぱ新耐久の音楽ってよくない？あのスライダーとかいう曲。じゃあここで上を教えるまでいいんでしょうね。その土管の入り方、その土管は大損か。じゃあ上に投げて何もしないでいいってこと？それでやってってみようか。こうすると土管に入れるっていうもんさ。あのダイソンなんかに僕は負けない。さあさあ、ラストの土管に来ましたよ。これで終わりだったらいいんですけど、ピンクコイン集め直しとかやめてくれよ。なになにこのクッパジュリアちゃん、なんか取れちゃった。ナイスすぎるぜ、あのクッパジュリア。裏にキノコを隠してくれてたんだね。さっさと登れよ。全然登れない。一回走ってジャンプ。よしよしよし、上は、あ、上は何もない感じか。そしてこのトゲゾウをかぶっていけっていうことだと思いますよ。ここでしゃがんでハテナブロックを叩くとトゲゾウが取れる。トゲピュー。てめえいい加減にせ。ちょっと一つだけ言わせて。これね、ほとんどの配信者やってると思うよ。ただただカットしてるだけで絶対に同じことやってると思う。じゃあここはしゃがんだら、このレールが入れ替わったから、しゃがんですぐ右押し一発、これでトゲベッドがかぶれるっていうもんさ。ごめんね、今ちょっとかみそうだった。でこの砲台の中また何か隠してんじゃないの？バネ、このバネいるんじゃない？バネ必要みたいなこと書いてるもんな。
ほらほら、なんかいるみたいなこと書いてる。じゃあここで上に投げてすぐ左に逃げてみようか。ここめちゃめちゃ順調だね。でこの音符絶対なんか出してくると思うんだよな。だから僕は叩かないよ。でこのハテナ、キノコが出てくる。やっぱりね。さあキノコ様、口見るじゃん。私はね、これまでとても鬼畜なトロロコースを何回もやってきてんだよ。バネぐらいちゃちゃっとかわせるっていうもんさ。さあこのバネに乗ったらいけないっていうことは分かってんだ。そこに閉じ込められるんだろ。だからここはジャンプして進めばいいだけなんだ。うわー、このバネ乗ったら閉じ込められないの。ここ足場あるね。あ、ここで取れっちゅうことか。あれ取れないよ。どんだけわがちまはこっちのもんだ。左手すぐ右に逃げる。これでバネは消えたけど、どうする。上にバネが出てきてるね。このバネを持って上に投げる。うわ、どうする。上に投げたらつららに当たってしまうよね。だからこの場所で投げる。そうだろ。うーわー、やっちまったな。みんな真似していいよ。するわけねえだろ。なんだこの音符。叩いたら鉄球が出てくる。そしてバネに跳ね返ってこっちに来る。だからこの場所に留まっておけば大丈夫だ。お願い、一瞬だけ人が咲いてる時あるじゃんか。コロコロしてんじゃねえ。そういやさ、芸人で小島よしよしゃんっているじゃん。なんでだよ。でその人の、でもそんなの関係ねえっていうのがめちゃめちゃバズってたんだよね。いや本人がツイートしてたわけじゃないんだけど、誰かがそれツイートしてて、いやね、僕の動画でもかなり使えそうだなと思って。ていうかこれでピンクコイン全部集まったじゃん。頼む、ゴールをさせてくれ。ゴール目の前ある、ある。え、ブロックの邪魔で先に行けねえんだけど。まあいいや、この土管入ってってみよう。多分すぐゴールあると思いますよ。なんだそれ。でもそんなの関係ねえ。でもそんなの関係ねえ。無理やりすぎんだろ。ていうかさ、これ鍵あるんかな。もしかして2周目回収みたいだ。うわ、鍵を手に入れれました。あ、これでオンオフが変わってるっていう感じなんじゃない。多分そうだと思うよ。これで上に行けますみたいだ。やっぱりね。さあ上に行こうか。すいません、ただただミスってしまいました。ここでゆっくりとジャンプすれば、ジャンプできないよ。さっき一発で行けたよな。まあいいや、ジャンプして左に逃げます。そしたらバブルが落ちてくる。あれ、落ちてこないで。え、なんで落ちてこないの。まあいいや、今度こそ行ける。うん、行けないで。え、どうぞ、どドーパミンプッシャー。わけわからんて、バブルが落ちてきたり来なかったり、魚が落ちてきたり。じゃあここでバブルは今度は落ちてこないな。で、次は魚が落ちてくるんでねえの。魚は一旦ジャンプしてみようか。そうしたら落ちてくる。今度こそクリアさせてくれるんでねえの。いや絶対そうだよ。これ叩いてみようか。かいかい、これは魚。あベッドあのベッドめちゃめちゃ面白いじゃねえか。じゃあダッシュしていくよ。あのベッドをかすんだ。よっしゃいや今回もすげえ楽しいトロールコースでした。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発張りよ。世界一簡単な張り抜けコースは、説明文に難易度星1すごい簡単って書いてるんですよ。これさ、すごい簡単って書いちゃうんやけど、めちゃめちゃクリア率が低いのよ。でこのコースのコメントに一つ気になることが書いちゃって、講座なのに何も教えてくれなかったって書いてたんだよね。だから僕が代わりにその簡単な方法を見つけていきますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.36%。 まあ正直ですね、もう目星はついてるんですよ。最初に壁があったじゃん。あ、ゴール条件はムササビマリオのマムゴールね。っていうことは1回も当たるなっていうことなんですけど、この最初の壁を利用してあの針を抜けていく。多分そういう意味の壁だと思うんだよね。だからここからダッシュボタンも押さずに飛んでいく。わかるか。これ簡単な方法とかあんの。この壁を絶対利用するとは思うんだよな。だから今度はダッシュして壁に当たる。そして右を進化してみようか。これでどうかな。なりめやめろ。この草のところでちょっとずつちょん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 、むずむず。今のでスピード調整をしながら行けっていう感じかな。それだったらめちゃめちゃむずくないか。ここでちょん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 、むずいって。いいっす、何度だってやってやるよ。ここでスピード調整をするだけでしょ。こんなんカズーちゃんいつか行けるんだよ。ならリズムに乗っていこうか。ここの草の上でジャンプ、ジャンプからのスピード調整。草いや、ふざけてないからな。いや、まあまあふざけてるかもしんないけど、これクルリンでいけないかな。あ、クルリンできないのか。いや待ってよ、
これで行くのか、もしかしてこのパタパタしてるやつが影になってるみたいな。ちょっとそれでやってみよう。だからここでどんぐり取るでしょ、そして壁にひっついてパタパタ、これでいけるんじゃない。どこにだよ。一番左からやってみようか。こっからじゃん。なんかあったな。ふざけるな。このスター取ればいかんなだけ。ちょっと待ってくれ。なんでよ。え、スター取っちゃいけないの。移動ばかりするのも大概せんか。一番右ダメ、一番左もダメ。じゃあスタート位置からやってみようか。これでどうですか。来た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 、いけ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 。なるほど、これが簡単な方法だったのか。確かにスタート位置からジャンプするだけだったからめちゃめちゃ簡単だったね。でもそん中でよ、スター出しておいて簡単にいけると思いきややっぱダメみたいな面白い仕掛けもあって楽しかったね。どうもご視聴ありがとうございました。